福井空襲は、第二次世界大戦中の1945年7月19日の午後11時24分から、翌日午前0時45分にかけて、アメリカ軍により行われた福井県福井市に対する空襲である。福井大空襲と言われることも少なくない。テニアン島を飛び立った B-29127 機による81分間の集中爆撃を受け、 壊滅的な被害となった。米軍の評価によると、福井市街地の損壊率は84.8%で、人口103,049のうち離災者85,603、世帯数25,691のうち、離災世帯は21,992に上った。死者は1,576人に上り、重軽傷者6,527人でうち108人は、その後死亡した。 地方都市への爆撃としては、富山市、沼津市に次いで全国トップクラスであった。同時艦隊には、福井市の北茨城県日立市、千葉県銚子市、愛知県岡崎市が空襲を受けた。また、この空襲によって廃墟となった福井市を1948年に福井大震災が襲い、バラック住居の多くが倒壊して被害を拡大した。福井市は、 北陸地方ではある程度の規模を持つ都市の一つであったが、一地方都市にしか過ぎなかった鶴ヶ市の防空体制と比べて極めて貧弱であった。従って福井市の防空体制は迎え撃つものではなく、消火や住民の避難等の消極的な受け身の体制しか取ることができず、計画もほぼそれに従っていたものであった。福井市には 鶴ヶ市と同じく戦力の配備はあったが、鶴ヶ市と比べて、ごくわずかであった。校舎機関砲や福井飛行場等に戦闘機等が配備される東日本軍が布陣していたが、所属部隊が遠い、数があまりにも少ない、B29 には届かなかったりして、全く役に立たなかったという。なお、鶴ヶ空襲を受けての戦力増強があったかは、不明である。 以下の兵器が配備されていた。ありがとうございます。